はい、どうも皆さん、こんにちは、コスケでーす。今回は、チョコナスビさんからのリクエストで、セイレーンに、全状態異常体制を持って料理を食べて挑んでくださいっていうことが、ね、ありましたんで、今回はそれをやっていかいておられたいきたいと思います。で、まずこのゆで卵を見てください。このゆで卵。毒抵抗100、封印100、麻痺100、睡眠100、疲労100、病気100、気絶100。これ、料理アレンジで作ったものなんですけど、まず作り方の方を説明していきますね。まず普通にゆで卵を、まあ、作る。まあ、正直ここ何でもいいんですけど、5枠空いてるところがある料理なら何でもいいです。カブのお酢漬けでもね。で、このピンク、キングピンクキャットっていうのが、気絶値以外の全ての状態異常抵抗 25%。これで 25%。50%、75%、100%。この状態で作ると、気絶値以外の状態異常が 100% カットです。そして、キングパイナップル。これを入れることによって、気絶値を 100% に上げることができます。なので、見てください。ゆで卵の、これが完成するわけですね。あー、水が間違えた。これですね。まあ、これはね、前にもね、動画出してるんで、ぜひアレンジ料理にのやり方っていう動画を見てください。そして、ですね、このまま、セイレーンをね、倒しに行くんですが、そのセイレーンっていうモンスターが、なんかね、音符の攻撃、なんか音符の攻撃があるらしいんだけど、その攻撃で、なんかね、状態異常をかけてくるらしいんですよ。で、だからね、アレンジ料理の、まあ、使い方というか、まあ、アレンジ料理こんなんですよっていうのをね、表すためにね、やっていきたいと思います。待って、間違えたわ。はい。ということで、セイレーンに来ました。で、ここで、今のうちに食べておきます。もぐもぐ。で、これで全ての抵抗が、マックス。で、音符の攻撃っていうのがあるらしい。これ！これ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 ！この音符の攻撃に当たったら、普通だったら、やばい状態異常になるらしい。でも、なりません。これはね、その料理のおかげで、あ、すげえ。なんかモンスター出してくれんねん。これ普通だったらどんな感じになるのかっていうのも今から見せたいと思います。はい、ということで1日経ってきたんで、料理のね、スキルは料理の効果は全部なくなった状態になってます。ということで、また待ちましょう。音符に当たっていきましょう。あ、本当だ、今は眠りました。これなんかランダムらしいんだよね、これ。あ、本当だ、結構状態異常になりますね。はい、ということで、皆さんもね、アレンジ料理でね、全属性耐性使ったら、このモンスターもボコボコにできると思うんで、頑張ってください。それでは、動画を見てくれてありがとうございました。右が最新動画、左がおすすめ動画なんで、ぜひそちらも見てください。チャンネル登録もお願いしまーす。それだけダメな。もうちょい伝えて。何？バイバイって。